肉の町、ここは三重県松阪市。今日は朝早くからとある人気寿司店の大将に密着してきました。大将、おはようございます。このチャンネルにも何度も出ていただいている徳太郎の徳田篤人さんです。よろしく。早いですね。遅いじゃないですか。もう仕入れ終わっちゃいましたよ。あ、そうなん。ええ、もう今日は忙しいですから。あら、お弁当。実はこちらのお店、コロナ禍にもかかわらず売り上げを爆増させたというすごいお店なんです。今日はその理由を直撃取材していきます。で、こちらのお店では基本的には大将と奥にいるお弟子さんと2人で切り盛りされてます。そのお弟子さんに卵焼きの作り方を伝授していただきました。全部で4巻きするんです。あ、全部4巻き。はい。よく混ぜてっていう。そうですね、とぼると、味のムラと焦げやすくなります。ああ、なるほど、うん、毎日作られます。そうですね、叩くのは滑らかにするために膨らんできたところを、空気を抜きます。油もしっかり引いて。そうですね。お、だんだん形に。すごい。おお。で、最後に決め板で形を整えます。で、この時に焼いとる時よりは火力を落とします。なるほど、はい。わー、おいしそう。出来たての卵焼きは湯気が上がって美味しそうです。これが白くなるまで熱を入れるっていうことですね。焼き印です。おお、なるほど。これで卵が以上ですね。はい。これが半切りって呼んでるんですけど。半切り。使う前に酢を余分に吸ってしまわないために、湿らすために水を一回足ります。へえ。だけど、目いっぱいになると、その底面が、浸るぐらいの量で、うわ、すごい。目いっぱいですね。今日何時起きですか。今日は3時ぐらいですね。夜何時までですか。夜はね、最近はもう昼間始めてるんで、10時とか11時と
か。それぐらいかな。寝る暇ないじゃないですか。今日月曜日なんで、はい、定休日なんでね、うん、どうしても、ちょっと朝は早めになりますね。これ、あの、午前中の分ですんで。え、午後からもある？午後からもあります。すごいね、すごい量やね。午後からの弁当をする前に、はい、ランチの営業があるんで、これをまあ11時ぐらいまでに仕上げてランチの営業をして、それで夕方のテイクアウトを作って夜の営業に入る。はあ、常に動いてる感じですね。じゃあ、そうですね、まあ、時間は無駄にならないように考えながらやります、ね。お寿司屋さんってそうですよね。シャリがないと成り立たない職業ですね。うわ、迫力ありますね。そうですね、この量ですとね、うん、空気を入れてる感じ、切る感じですね。切る感じ、鳴らします。うん。こんだけ売れるってことですもんね。すごいですね。そうですね。これじゃあのとりあえず今日のお弁当分はまだ足りてないです。まだ足りてない。あ何回ぐらい高いですか。これが2.25なんですけど、はい、そっちであの今、あ、うん、水飛んじゃった。おそれであの、なんや、42個分はいける計算なんですけど、はいはいはい。で、あのしばらくあのこうやって、まあ、昔はうちわで仰いだりするじゃないですか。なるほど、こういう扇風機でね。はいはい、なるほどね。で5分、まあ今日は通常よりちょっと冷ましますけど、あの5分ほど風を当てたると、うん、あの艶で出てくるんですよ。あ、それで一応あの仕上がりの目と。なるほどね、はい。弁当っていつから始められたんですか。弁当は、まあ、寿司屋なんでテイクアウトっていうのはね、あの寿司折りとかっていうのは、うん、上寿司とか特上寿司とかっていうのがありますから、うんうん、あれこういうお弁当のスタイルに本格的になってきたのはコロナが蔓延してきて、緊急事態宣言とか、うん、そういうのが出始めた頃からですね。やっぱ受注の数は変わりました。緊急事態宣言中とかはやっぱりテイクアウトの需要が増えましたね。それまではここまでお弁当の発注はなかったはなかったし、まあ、積極的に受けてはなかったですね、うん、あ、容器にもねこだわって、うん、あの京都の方から取り寄せたりとかして、あの、まあ、この辺の飲食店さんがやってないようなイメージのものをね、うんうんうん、あ、なるほど、ね、でお寿司におかずがつくお得さっていうかね、うん、綺麗ですね。お米とかなんかこだわりとかあるんですか。あ、ちょっとあのイガ米使ってます。イガ米、はい、あ、シャリ用の米は、うん、小米であったり小米であったりを
使います。あの新米なの水が多いんです。おー、はい、だからお米屋さんもお寿司屋さん用に鶏の米を残しておくそうです。あの取引、あのお寿司屋さんの取引のお米屋さん、あー新米じゃなくて小米を、うん、はい、この量をお二人で作られてですか？作るのはそうですね、お二人でやってますね。今配達の時とかはもうちょっと人を、手伝ってもらうとかもいるんですけど、うん、頼まれるのは常連さんが多いですか？いや、そんなことないです。まあ常連さんも当然多いんですけど、うん、まあインスタグラムを見て、注文をしてくださる方も多いですし、うん、最初インスタとかやってなかったですね、コロナやってなかったです ね、ええ、あんまり携帯の操作も得意じゃないんで、うん、まあ、でも緊急事態宣言の時にちょっとね、やっぱ時間ができたんで、うん、何かやろうかなと思って。はあ、やっぱインスタの効果大きいですか？インスタの効果は大きいですね。びっくりしましたね。もっと早くやっとけばよかったな。おー、やった途端にでしたね。へえ。じゃあもともと夜だけの営業やったんで、うん、影響大きかったですよね。でまあ何か始めやんとと思って、うん、ほんとふと思いついてやっただけやったんですけど、うん、こんなに反響があるとは思ってなかったですね。じゃあ逆にコロナが、そうそう、やっぱアイデアが出るきっかけになりましたね、うん、なるほどね。睡眠時間は修行中の方が少なかったですね。修行中相当厳しそう、お寿司屋さんって。そうですね、修行中はやっぱり偉かったですね。でもあれがあるから今があるわけですからね。なるほどね。とこでね、修行させてもらったなっていうのは思いますね、うん、やっぱそういうコロナで苦しんどるね、お店も多い中、やってこれたのはやっぱ、ところで修行させてもらったんやろうなっていうのは思いますもんね。お店自体は年間でいつが一番忙しい時期なんですか？まあ、やっぱり12月はね忙しいですし、うん、あと節分の時も、うん、忙しいですし、恵方巻き、恵方巻きですね、うん、毎年寿司屋はありますから800人前900人前ぐらいは入ってきますね。はあ、毎年そんな感じですか？そうですね、それぐらい、大体それぐらいは入ってきますかね。すごい。今朝8時ですけど、本当にピーク中のような感じですもんね。そうですね。すごいな。すごい。全部手作業ですもんね。すごいな。これが京都で取り寄せてるお弁当箱。そうですね。やっぱり器も容器もねこだわって、うん、うわかわいい。あおしゃれ。確かにあんま見ないですね、こんなおしゃれな容器。そうですね、どうしてもなんかこの、あのどこも似たようなものばかり使ってるような雰囲気があるんでね、うんうん、うち独特のもので、料金もね、やっぱこだわってやってかなあかんかなと。この仕事のやりがいはどんなところですか？まあ喜んでもらえたらね、やっぱり素直に嬉しいし、まあ、でもやっぱり仕事やなと思いますけどね。もうここまで来たら人も設備も、うん、もっと増やしたいとかなってくるんじゃないですか？まあ、設備に関しては、まあ、うん、多分近々厨房の方をちょっと、うん、改装しようかなと思ってますね。うん、ちょっともう冷蔵庫とかそういったものも欲しいんで、 あとはそうですね、人も年内中にね、うん、もっと雇っていきたいなと思いますけど、今なかなかね、うん、飲食の方に入りたいっていう方も少ないんで、うん、仕事してこんなになりたいなって思ってもらえるようにね、しやなあかんなとは思いますね。うん、
あれオープンって何時か。オープン12時。12時。前は11時半やったんですけど、もう間に合わんもんね。嬉しい悲鳴なんですかね。まあそうですね、ありがたいですけど、もう1店舗出すとかあるんですか。それはないな。そうなんだ。かなり地道な作業ですね。なんか改めてお弁当ってすごいなって思う。今日が月曜日じゃなかったらもっと楽なんですけどね。すごいな。配達エリアってどこまで配達してもらえるの。基本マスターなんですよ、いい線。あとは、まあ、鈴鹿方面も要素なんで。鈴鹿この前鈴鹿の方で、ね、行きました。インスタもすごいですよね。もう今日なんか撮ってないでしょ。撮れない。ああそう。上げてない日は意外とこんなにこんな状態になってる。あ、なるほど。すごいですね。弁当だけで5時間ぐらいかかる。5時間かかってました。今11時なんで、すごいですね。もうちょっとかかりすぎですね、時間。あ、そう。いや、でもすごい、ね。まあ、月曜日で仕方がないな。3時間ぐらいで作らんとあかんですね。あ、3時間。まあ、月曜日じゃなかったらできてるかなとは思いますね。あ、はい、あ、はい、どう、荷物もらった？うん、はい、どう。やばいやばいやばい、やばい、やばい、やばい。はいはい、もっとこう早く作り置きすれば楽だけど、はいはい、作り置きするわけにはいかんなって、ね、なるほど。ギリギリですごいな。ギリギリでこう、ね、やっぱこれから特に暑くなってくるし、はいはい、ね、やっぱそこは気をつけないと。ランチのお客さん接客して、夕方のテイクアウトして、夜の営業して、明日の弁当の用意して終わり。暇ないっすね、全然ね。まあありがたいですけどね、うん、お食は大変でしょね。すごいね、彩りとか材料も細かいし、やっぱりね、要望が
あるんでね、なるべく答えようと思うと、うん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 、ああいう風になってきますね。まあでも原材料費が上がってるんでね、本当にもうそこが大変で、あ、手間暇すごいかかってるもんね。まあでもね、その日本料理のその、特色っていうかね、ああいう煮炊きしたものを1日こう、置いた方が味が馴染むんでね、前日に、煮炊きしたものを、まあ、当日盛り付けるんですけど。なるほど。で、あれもこう当日調理 したものを盛り込むってなるともう一つ大変ですからね、上手に考えられてますね、日本料理は。まあ、でもこういう大量にね、限られた時間で作るっていうのは、いい訓練にもなるんでね。ああ、そうなんだ。やっぱりこう、12月のね、年末おせち料理やるぞとかいう時に、いきなりね、おせちやるぞって言ってもできやんけど、こういうのが地味に訓練になってるんで。なるほど。ただ単にね、弁当の注文があったから作りましただけじゃなくて、日頃の仕事につながるように、イメージして、献立とかね、立てたりはしてるんですけどね。なるほどね。おせち言うたらすごい具材、種類が豊富やもんね。そうですね、おせちはまた大変ですよ、ね、それこそ、ね、おせち手伝いに来てくださいよそれこそ寝る暇ないぐらい、ね、いや、ないないないって、ないってもうもう本当にない、三日三晩っす、はい、そうなんだ、本当に死ぬかと思いましたもん、1年目おせち作り終わって帰る前にね、ちょっと眠たかったもんね、車で寝てたら、起きたらガス欠水になってました。あ、そうなんや。寒っと思って起きてあ、帰ろうかと思ったらエンジンかけようと思ったらかからなくて、おお、壊れたのかなと思ったらガス欠で、正月早々、そうそうめちゃくちゃ忙しいですね。今からランチ、今からランチ、ランチランチ、行き着く間もないオープンですね。忙しい。こんにちは。ありがとうございます。どうも。カレーの小麦。じゃあまだお弁当ですか。今からあれですか。弁当。弁当。ランチ終わってすぐ休憩なしで。弁当。すごいね。夕方の弁当。朝にタイムスリップしたみたいな。そうそうそう。またこれか。